はい、やっぱり今シーズンの戦いを踏まえて、来シーズン、順位を上げていくために、優勝目指すためには、やはり一番はやっぱり補強というところで言うと、外国人ですよね。やはり、ここまで軒並みね、良くなかった、故障者も含めて良くなかった、ですから、それの見極めというかな、ですから、故障で、今年戦力がなかった投手、来シーズンは故障がいれば、普通に戦力になるっていう投手をいかに残して。逆に、成績を見る限り、持っているポテンシャルを考えて、ちょっと契約更新するのは難しいなという選手の、見極めですよね。で、何度もお話ししますように、やはり今は、どのチームもそれほど大きな戦力差がないわけですから、で、チームの順位っていうのは大幅に変わる可能性を秘めているそう考えると、いつも以上にやはり、毎年ね、やっぱり外国人を取りにあたっては、いろんなことで、精査してね、調査もしっかりして補強を、取ってはいるんでしょうけど、からの来シーズンに向けてはその外国人に関しては慎重にというか、外れを引かないようにっていうことをさえできれば、多分来年の今頃は十分に優勝争いしてるんじゃないかというふうに思いますけどね。はい、野手の方もね、今2人ほどね、出てますけれども、彼らをどうするかっていうのもあるでしょうけれども、どう判断するか分かんないです。十分に、1年目にしては野手の2人に関して言えば合格点かなっていうような気はしますんでね、よっぽどのことがない限りは多分、契約も更新するのかなっていうような気はするんですけど、棒を払ってるわけではないので、多分、ほどのかな、ないかぎりは残すのかなという気がします。外国人の投手ですよね。もし、結局今、何だっけな、ピッチャーだけで4、5人多分いるはずなんですけど、そうですね、さっき言ったように何人残すかですよね、今年いた外国人。ビエイラとかやっぱり故障なのでね、今シーズンは戻ってこれるのかどうかっていう見極めも大事でしょうし、年度間も非常に良かった、今年もいいんですけどもね。故障っていうところをどう考えるかっていうところ、シューメーカーだとか、メルセデスとか、この辺をどう考えるかですよね。メルセデスは確かに現場するんですけど、それほど、去年も含めて、たくさん貯金ができるような投手ではないので、ただ、残念ながら菅野投手がもう全盛期の力はないと考えた場合には、貯金ができる投手が必ず必要になってくると思うんですよ。今まではそのメルセデスなんかは4番手ぐらいで、貯金ができても、できなくてもシーズン、8勝8敗だとか、そのぐらいの5割ぐらいいってくれば十分だという考えだと思うんですけども、ただ現状、なかなか貯金できるピッチャーが今いなくなってきているので、そのチーム事情を考えると、貯金ができる先発投手っていうのが必要になってきますので、ゴールに行ってメルセデスを、保険として置いておくのか。を補強するのか、少なくともやっぱ先発ピッチャーが2、2枚、3枚ぐらいは外国人が補強しないと厳しい状況だと思いますけどね。なんつっても菅野投手がもう全盛期の力を来シーズンまた復活するのかっていう見極めも大事ですよね。で、貯金を15から20ぐらいできるっていう考えるんであれば、5割ぐらいでシーズン全うできるような。外国人の目標もありかと思うんですけども、できないというふうに判断すれば、やはりじゃあどっかで貯金作んなきゃいけないわけですから、そうなると現状、どうですかね、今、ジャイアンツにいる若いピッチャーが、そんだけ貯金ができるかっていうと、今現在でちょっとなかなかそう言い切るのは難しいですよね。ジャイアンツといえばね、やっぱりそういった FA っていうのは必ずっていうこと出てきますからね。伊能投手であったりとかね、もともと FA で来た山口投手だったりとか、こういった投手が残念ながら活躍できてない。で、どうでしょうかね、FA で取ってきた選手、投手で、額面通りというか、こちらが希望した通り活躍したっていうのは、それこそ私がお世話になった2012年の杉内投手とか、ぐらいまで遡らないと、あまり活躍できてないのが現状かなというふうに思うんですよね。あまり
例えば野上投手であったりとかね、FA でいろんな、まあ、いろんな投手を取ってますけども、しょうがないんですよね。だからそう考えると、ジャイアンツというチーム自体がなかなか、特に FA のピッチャーが、もともとの力を発揮しづらい環境下にあるのか。ジャイアンツもその環境が良くないというんではなくて、あるんですよね。ですから、その比較的もともといたチームで、まあ、気楽にとは言いませんけども、そういった気持ちで投げられたものが、やはり注目度とか、まあ、期待度とか、そういったもの、まあ、プレッシャーですよね。受けたことないようなそのプレッシャーっていうのがかかるという話もよく聞きますね。上でなんですけども、もともといたチーム、もともといた、もともとの成績を上回るほどの、活躍がなかなか FA でジャイアンツに来た場合に発揮できない、聞きますね。まあ、金額にも言いますけども、やっぱ FA の場合はね、高くつきがちですから、特にやっぱり人的保障なんかを発生するような選手を取る場合は、球団もそれなりにね、痛手を被るんで、まあ、その後外国人で補強した方が、いろんな意味でプラスは多いかなと思いますよね。やっぱり有望な選手をやっぱり人的保障で持っていかれてしまう可能性も十分にあるわけですから、外国人というものが、まあ、補強の一番になってくるっていうふうに思いますけどね。まあ、先ほどお話しましたように、どうしてもその、一世代前で盤石な選手が多かったもので、なかなかその坂本選手、同年代、もしくは坂本選手より下の年代が、なかなかそのゲームを経験するというか、出場機会っていうのはなかなか得られなかった、っていうチーム事情があって、追いついてないのは事実ですよね。で、現状、そのチーム内を見渡しても、まあ、本来であれば、やっぱ岡本選手っていうのが、やっぱり坂本選手に代わって、まあ、生え抜きの、ね、ジャイアンツの野手の中心的存在でチームを引っ張っていくっていうような立場だと思うんですけども、まあ、性格的なものもあるかもしれませんし、やはり本人の、まあ、成績自体もこちらあまり良くなかったっていうのがあって、まあ、その岡本選手にその坂本選手の代役というか、後任を託すのは、果たしてどうなのかなっていうような感じはありますよね。で、まあ、岡本選手にとって不幸だっていうか、かわいそうな面っていうのは、なかなかその、年代の近い生え抜きの先輩っていうところに、なんか相談とかいろいろ頼るところがなかなかなかった。特に坂本選手、今年は戦線を、まあ、二度とね、怪我でしてる時期が長かったですから、そうなると自分より上の年代で主力となると、やはり丸選手とか、中田選手となると、やはり戸玉になってしまうんですよね。岡本選手からすれば、なかなか相談しづらい面はあると思うんですよね。ところが同じチームでずっとやってきた先輩であれば、いろんなことで話もしやすいでしょうし、相談もしやすい。ところが、残念ながら、そういう存在が今の現状ではなかなかいない。唯一いるのが坂本。相談しようにも相談する相手がいない。まあ、そういったところが、岡本選手にとってみればちょっと不幸なところでもあったかもしれないですけども、まあ FA で野手を補給、野手も含めて補強しているチームを、抱える、まあ悩みの一つではあると思うんですよね。なかなか自前のその中心選手が育っていかないというのは、まあパ・リーグで言って、まあ楽天なんかがもうそれも明らかですよね。なかなかその早めきの選手で、まあ、特に野手でね、中堅どころ、っていうのがなかなか育っていかないという時に、やっぱりチームを結束させる時に非常に大事になってくる。いい時は全然ね、いいんですけども、1シーズンずっといいわけじゃないので、いった存在の選手なんですけども、そういう選手がなかなかいい育たないというのは、楽天と巨人に共通して言えるその体質的なものがあると思いますけどね。この野球を考えれば、打てるキャッチャーっていうものの商品価値っていうのは非常に高いわけですよね。まあ、どのぐらい、まあ、12球団見渡しても、本当に打てるキャッチャーと言われるのは、本当に森選手ぐらいで、軒並みやはりキャッチャーはもう打てなくても当然っていうような認識がなんか定着しつつありますよね。特にやはりセンターラインの布陣が打てるチームっていうのは、やっぱり強いんですよね、攻撃力は。
ですから、まあ、昔ジャイアンツはちょっと前強かった時はやっぱり坂本選手と、まあ、阿部慎之助というキャッチャーがいて、まあ、打てるキャッチャーがいたということですね。で、ヤクルトは昔はやはり古田選手がやはり打てるキャッチャーとしていました。で、森選手も西武が2、3年前優勝した時はやはり打てるキャッチャーとしていましたし、何度も言っていれば打てるキャッチャーっていうのはどこも、まあ、喉から出るぐらい欲しいと思うよ。で、特にキャッチャーに関して言えば、やはりジャイアンツなんかも、間違いなくその部類ですよね。森という選手、性格も含めて、どのように調査をしているかっていうところによると思うんですよね。言いませんけども、読売としては、ジャイアンツとしてはなかなか手の出しづらいような印象の選手かなっていうような気がする。まあ、僕は一緒にその西武の時に森選手ともやってるので、知ってるんですけども、見た目って、まあ、言い方悪いですけど、ちょっとチャラっぽいのがあるじゃないですか。だから許されるみたいなところ、パ・リーグだから許されるみたいなところがあって、ところはあると思うんですよ。ただ、先ほど言いましたように、見た目ほどチャラくもないし、野球に対する取り組みは本当に真剣にやる子なんですよね。あとは、森選手自体が、セントラとか、巨人とか、どんだけ魅力を感じてるかっていうところにもよるんですよね。確かにその野球に対しては真面目に、しっかり取り組むんですけども、まあ、自分っていうものをやっぱり、しっかり持ってるっていうところがあるので、自分本位だとか、身勝手だっていうふうに思われがちなんですけども、まあ、そういったものを辻監督をはじめ、やはり西武ライオンズっていうのは認めているところなんですよね、そういったものに対して。森選手にしてみれば、ジャイアンツっていうのはそういったものを認めてくれるチームなのかなって考えたときに、いや、ちょっと堅苦しいなっていうふうに、森選手の方は思うような気がするんですけどね。だからお互いに魅力を感じてると思うんですよ。森選手も今日に対して魅力は多少感じてるでしょうし。読売ジャイアンツとしても森選手のキャッチャーとしての、打てるキャッチャーとしての商品価値の高さっていうのは十分認識してるんですけども、適なもの以外の面とね、評価をお互いにどうするかっていうところじゃないですかね。まあ、西武残留っていうのが一番可能性と低いような気がするんですけどね。関西に対する愛着っていうのは強いような思うんですよ。いろんな話を聞いてても。ですから、まあ、できれば地元でというか、関西圏でっていう思いがあっても不思議ではないかなというふうに思うんですよね。まあ、今年もね、まだシーズン残ってますし、先ほどからお話ししましたように、まあ、クライマックスの可能性も十分に残ってるわけなんで、まあ、今後の戦い方っていうのは、まあ、シーズン終わった時にどうなってるかっていうのは、まあ、見る必要があると思うんですけども。まあ、それはジャイアンツ、原監督も含めて、サインで満足してるわけでは絶対ないと思うんですよね。ただ、現状、やはり投手力にしても、野手にしても、圧倒的にシーズンを勝ち切るだけの戦力が整ってないのが事実なんですよね。やはり圧倒的に読売、巨人軍っていうチームのやっぱりファンっていうのは多いはずなんですよ、巨人、阪神のファンというのはね。ですから、やっぱり巨人、阪神が強くないと、なんかな、シーズン。リーグ戦盛り上がらないってよく言われるんですけど、まあ、そこまでは言わないですけど、毎年のようにやっぱり優勝争いっていうのに、参戦してもらいたい気持ちはありますよね。現状の日本人選手の育成で、来シーズン、すぐにその優勝争いが可能かっていうと、何度も言うやはり日本人選手だけではちょっと駒不足かなっていうような気がします。まあ、もちろん優勝争い、まあ、故障で離れてる選手もさえ来れば、あとは、本来持ってる力とか、あとは、これからの育成とか、その選手の成長によって、十分優勝争いは可能だと思うんですけれども、圧倒的に勝ちたい、圧倒的に戦力に差をつけたいとなった場合は、何度もやはり当分の間は外国人っていうものに頼らざるを得ないかなというふうに思うんですよね。ですから、比較的失敗しやすい外国人の補強に、何とか成功するようにっていうのが、一番の課題かなというふうに思いますね。で、その間に、なんとかその次世代の若い選手、ピッチャーも野手も含めて、育成していくということ。だから、まあ、FA で選手を補強していくっていうのも確かに、
毎年優勝争いをするためには必要なことかもしれないんですけども、残念ながらやっぱり長期的な展望を考えた時とか、あとはその人気的な面も考えた時に、何度もやっぱり自前の選手っていうのを育成っていうものに対して今まで以上に目を傾けていかなきゃいけない時期にしてるのかなっていうような気はするんですよね。まあ、ジャイアンツの場合は三軍戦も引いてますし、なおかつその新しい球場でもう多分来シーズンか、まあ、近い将来できるはずなんですけども充実を図ってますから、そういったものを活かせるようにね、していければ今は、まあ、苦しい状況かもしれないですけども、そこがやはり進むべき道なのかなというふうに思いますけどね。やっぱりあのジャイアンツが勝ってもらいたいっていうのもあるんですけども、やっぱり自前の選手でできれば勝っていってもらいたいっていうのが、まあ、本来の勝ち方っていう言い方はおかしいですよ。勝ちは勝ちなんですけども、ファンの方が望んでるのはそういった勝ち方だと思うんですよね。取ってきて勝つっていうのも勝ちは勝ちなんですけども、心から使っていった選手がどんどん成長していって FA に頼らなくても、優勝できるというのがやっぱりファンの人の本当の一番の望みかなというふうに思うんですよね。とは言ってもやっぱり勝たなきゃいけないとか、先の勝負というものに対してどうしても貪欲になりますんで、一番その手っ取り早いところに目が行きがちですけども、そういった時にも今来てるのかなっていうような気がしますけどね。